はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、今日の動画は、今年2020年活躍したキャラランキングトップ10。いや、今年さ、もういろんなキャラ出て、いろんなキャラがめっちゃジャンプ、ワンピース活躍したじゃないですか。ちょっとね、この2020年で僕が思う、その活躍したキャラランキングをね、ちょっとね、今ね、皆さんに発表したいと思います。で、今撮ってるのがね、あのジャンプ998話の後なんで、もしかしたらね、この動画が上がってる時点で、999話とかがね、ジャンプがね、更新されてるかもしれないんで、そしたらちょっと変わるかもしんないけど、一応その時撮ってるよってことで、行きたいと思います。はい、それで行きましょう。お願いします。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。まだしてない方は今しててね、よろしく。で、ちょっとね、あの、ジャンプの内容がね、多めになるかもしれないんですけど、一応ね、あの、ここはジャンプですっていうのを言いますんで、一応コミックさんの方も楽しんでってください。あと、みんなが思うね、活躍したキャラ書いててコメントでね、よろしくお願いします。さあ、早速行きましょう。僕が思う活躍したキャラ第10位、マルコです。マルコおめでとう。いや、正直、全然ね、マジで悩んだ。マルコ10位もね、ちょっと正直もっと本当は上なんだけど、ただその上のキャラもね、また活躍してるんで、もうみんな僅差ですね。いや、マルコはマジ今年めっちゃ熱かったですよね。まず参戦ね、97巻でもコミックスになってますけど、もうマルコがワノ国、もうどんだけ待ってたかって感じだったんですか。もうあの時俺ね、ジャンプで本当気絶するかと思ったぐらい衝撃だったね。で、しかもその時さ、あの一緒にさ、猫マムシと伊蔵も一緒に出たじゃないですか。もうマジ、あの時本当にね、なんか、バーンってなったの、頭が。衝撃でね。で、ちょっとジャンプの話しますね。コミックさんの方はお気をつけください、ティントン。いや、ジャンプもさ、そんでさ、もう能力結構特殊なのがいろいろ出てきたじゃないですか。いや、ビッグマムのね、あの、プロメテウスにもなんかさ、あの、炎効いたりして特殊なんだよ、つって。で、あと、梨の粒ってね、バーって、それこそ今撮ってる最終話ですけど、梨の粒ってボーとかさ、フェニックスのね、能力もさ、いろいろ見えてくるなって楽しいなって思ったのと、あとやっぱ一番は、元四皇のクルーマルコが麦わらの一味のサポートに回ってる。もうここ、めちゃくちゃ熱いっすよね。普通ね、四皇の元クルーだったら俺が何とかしてるってバイバイバイ、よいでもいいのに、全然ね、しっかりチョッパーも立てるし、ゾロ連れてってやろうかと言ってね、自分の役目をしっかりこうやってね、探してる感じ。そのなんか大人な立ち回りというか、しっかりね、この戦況を見ていろいろ動いてるってそのマルコがね、やっぱ今年ね、熱かったんでね、ちょっと入れました、今回。はい、そんな感じでございます。じゃあ、9位いきたいと思います。じゃあ、9位はですね、ナミさんです。いやー、ナミさんナミさんいや、これもちょっとジャンプのネタです。気をつけてください。ジャンプのネタです。いやー、もうさ、正直ね、別にそんな活躍はしなかったですね。あの、今年、あの、序盤っていうか、もうこのほんと最近まで。このジャンプまでね。で、この間のジャンプで一気に9位入りました。いや、あのナミはさ、なんかやっぱ、やっぱ、ああいう、そのピンチになった時ってさ、あの、ウルティにやらそうになって、ああいうピンチになった時って、なんか言わなそうじゃないですか、ああいうことを。ルフィは海賊王には、なります。絶対に。はい、もうランクイン。あれだけ。正直あれだけです。でも、あの活躍というか、その麦わらの一味のクルーとしてのその信念、そこをバーンってね、我々読者にバーンって出してくれただけでもう全然トップ10入ってきますよね。いや、そのくらい熱かったっすね、あそこ。あと、あそこのね、ウソップも熱かったですよね。自分だったらさ、あの、アラバスタの時さ、自分は嘘つかなかったじゃないですか。仲間の夢を笑わず時だってね、あの、4トンバットルバーンってやられた時。けど今回さ、あの時さ、ナミにさ、嘘でもいいんだって言ったじゃん。あの、心理でね。いや、あのウソップめっちゃ好きだったんですよね。で、しかもこのナミなんでここやっぱ熱かったかっていうと、その前にね、あの、フランキーにさ、あの、四皇だから逃げるって言ってね、うちの船長海賊にする気はよーのあの、フランキーのね、熱かったし、あそこでもナミがさ、ほんとあそこでも逃げるって感じだったんだよね。けど逃げないんですよね、ここ。負けて、もう自分死ぬぐらいでやべえのに、あれが出たナミの、もうここにはしっかりと麦わらの一味黒いの信念がある。はい、9位。最高。いや、もう全然、もうこんだけ来たら全然1位にもなるな。いや、マジでさ、結構やっぱみんなやばかったですよね、今年。今年ほんとね、ワノ国熱かったんでね、結構僅差ですけどね。はい、次行きたいと思います。あ、はい、ティント終わりです。ごめんなさい、ティント多いんですけどね。行きましょう。はい、次8位です。第8位は、勘十郎です。おい、見てるか、勘十郎。おい、勘十郎見てるか。もうこれもだよね。これはコミックサーですね、勘十郎はね。もうこれも、もうなんていうかね、あのシーンマジ衝撃だったじゃないですか。あれ、今年ですからね、皆さん。俺がそうだってことって。あれ、今年だからね。もうなんかさ、当たり前かのように俺らの中であるじゃないですか。あの勘十郎がね、スパイで裏切りでやばかったっていうのが。でも今年なんですよね。っていうのと、あとやっぱね、このおい勘十郎のあの、この神木さんのやつ。いや、俺めっちゃハマった。なんかね、そのファンを巻き込むぐらいの、その、なんつうの、現実社会でもこう言いたくなるような、このなんつうの、勘十郎のインパクトというかね。それがやっぱ今年あそこバーン出たんで。で、それもずっとすごいじゃないですか、もう伏線として。それこそもうあの、ドレスローザでさ、あの勘十郎会ってから、あそこからだからね、もうずっとね。
あの絵が下手とか、そのね、右手で左手でのあの伏線とかも全部いろいろあっての今年それがバーンって出た、あの衝撃はやっぱね忘れられないですね。いやーちょっとね8位も悩んだけどね、一旦8位ってことで書きました。さあ次行きましょう、第7位でございます。第7位ゾロです。いい、来たー、来ましたー、ゾロさん。いやゾロもやばかったっすねー、ゾロもやばかったな。これもちょっとジャンプですね、ごめんなさい、ジャンプティントお願いします。もうさ、これもさっきのナミさんパターンこの間のジャンプで一気に第7位にダーン来ましたね、やばかったっすよねー。アプー一撃、みんな時止まったよね。読んでてマジで時止まった感覚でしたね、あそこ。正直ね、今年そんなにね、序盤とかも含めて、ゾロはね、そんなにだったんですよね、活躍自体はね。ちょっと前はね、あれか、キラーとね、戦ったあのシーンとかもあったんですけど、まあ今年本編ではね、そんなに描かれてなくて、まあちょこちょこっとね、あの、カイドの部下倒したりとかそういう描写あったんだけど、だからもう正直ね、この間のジャンプがなかったら全然トップ10入んなかったんですよ。この間のジャンプなんすか、あれ。まあ多分、獅子孫孫っぽいね、あの構えというか、あの感じがね、しかも同じ世代の最悪の世代のアプーをズボンっていう、しかもなんか本気出したじゃん、なんかこうやって様子見て、うんって状況見て、ジュンかっこよすぎる。一気にランクインしましたね、これは。あそこしびれたよね、あれ。ゾロファンやばいんじゃないですか。ゾロファンの人ね、多分ね、ゾロ1位な気がするなそのくらいの衝撃だったですね。けどまあ正直ね、本気バトルじゃないじゃないですか。ゾロはね、多分ね、今年ね、誰かと戦うじゃん、もっとでかい敵と、おそらくね、まだ残ってるし、190回ずつな。という意味でね、今回は、ちょっと今年はここです。もしかしたら998で戦ってるかな、そんなことあるかな、ちょっとわかんないですけどね。はい、一旦7位でございます。さあ、次、6位行きたいと思います。6位、今年活躍したキャラは、金右衛門です。金右衛門さん、おめでとうございます。エロ侍。エロ侍おめでとう。いや、まあ、金右衛門は今年一番活躍したんじゃないですか、今までの中でもね。金右衛門史上一番活躍してる気がするね。もうそれこそね、今年で言ったらね、この97巻にもなってますけど、もうトカゲじゃなくて、鳩って読むのかっていう。ベーンのあそこね。あそこはもうなんとのギャグキャラとしてめちゃくちゃ活躍じゃないですか。狙ってないんだけど結果運でめっちゃいい感じになるっていう。あとさ、この鬼ヶ島入ったとこね、船をさ、沈めてさ、すべて沈めていく。帰りの船など、いらぬゆえ。ベーンとか、もうこのギャップっすよね。めちゃくちゃギャグっぽいのに決めるとこしっかり決めるっていう、なんかね、このねギャップに今年はやられたね、マジで。金右衛門で、ここからジャンプでございます。ジャンプの内容ですね。もうね、金右衛門はね、もうやばすぎた。直近ジャンプ多分まあ98巻99巻ぐらいか、まだ入ってないかな、まあそのくらいの内容になると思うんですけど、いやマジスナッチですね。僕はあのスナッチが本当に衝撃だった。スナッチって正直さ、そんなにさ、もう回収されたと思ったじゃないですか。まあ、桃之助がね、使っちゃいけないってあの聞くに言われて、その後ね、アシュラのね仲間たちがさ、スナッチって言ってさ、あ、まあそういう言葉なんだと思ってたらあの激アツの赤座屋全員スナッチ、あれはね、まあ、ちょっと金右衛門プラス赤座屋もだけど、めちゃくちゃ熱かったっすね。もうあそこでも金右衛門バーンって上がってからの中心錦。もう中心錦でも、はい、大好き、金右衛門ってなったね。もうギャグでこう何、ちょっとね、おちゃらけキャラからのもう、バーンいったね、ギャップで。もうあの、ルフィを完全にさ、信頼してさ、彼はいつかこの海の頂点に立つ男って言ったとこ、あそこマジでかっこよかったっすね。カイドウがね、ちょっとさ、罵倒したわけじゃないですか。海賊は裏切るぞって。けどルフィは違うって、もうルフィ、あの海賊嫌いだった金右衛門がね、パンカサード入りの時ってもう絶対海賊はもう大嫌いだって、海賊大嫌いだって感じだったのに、あそこでもルフィを完全にね信頼して、あれをカイドウに向かって、四皇に向かって、自分の仇に向かって言う姿、めちゃくちゃかっこよかったですね。でからのおでんに刀流刀剣とすか、あーもうダメっすね、もうやばいっすねなんか言ってるだけでとりあえず立ってきたけど、刀剣とすかやばいっしょ、刀剣とすかやばいっしょ、もう2回言っちゃう。これはね、痺れたね。もう今年、金右衛門イヤーだった気がするな、俺。今までの中での金右衛門で言ったらね。いやー、もちろんね、今までもね、結構熱かったけど、ライゾードの50ですとかね、あの辺とかも全部熱かったけど、やっぱ今年熱かったっすね、金右衛門ね。はい、ティント終わりでーす。すいません、ティント結構多めです。ごめんなさい。さあ、続いてここからトップ5でございます。第5位は、カイドウです。カイドウさん来ました。お父さん来ました。いやー、カイドウはねー、今年やばかったっすよね。もう本当にね、もう何なんだっていう。まずね、能力がマジチート。チート級な強さっすよね。ちょっとこれもティントンです。ごめんなさいね。これもティントンです。ごめんなさい。もうマジでチート級ですね。もうなんつうんだ、その、まあ、カイドウがね、何の悪魔の味かっていうのはまだ分かってないんですけど、まあ、おそらく幻獣種っぽいっすよね。まあ、その人なのか竜なのか全然分かってないですけど、で、その幻獣種のカイドウが持ってるその力、その能力のその底知れぬやばさというか、四皇やべえなっていう。
そこをね、見せつけられた年だった気がしましたね、今年ね。もう赤サイたちが結構押してたじゃないですか、そのジャンプでも。めっちゃ押してたのに、もうね、かまいたちで、ボーン、大きく、バーンってね、あそこからのもう、ボンボンボンって多分やってたし。あとね、この名言がね、僕はもう刺さりすぎた、怖すぎたっていうか、死は人の感性だ。そうだろ。これ、ここがね、もうやばかったですね。なんかまあ、やべえんだろうなって感じはしたじゃないですか、カイドって今までの描かれ方的に。で、やべえの分かったんだけど、いや、こんなやべえのっていうのが実際に目の当たりにした感じでしたね。もうその強さ、キャラとしてのその少年漫画的な強さもやべえし、あとなんていうの、その人格、死は人の完成というその考え方というか、そこを持ってるそのボスっていう、そのやばさ、深いやばさというかね、そこをちょっと見せつけられたんでね、カイドウやばかったなって感じたね。あと、もうこの間のジャンプ、ホームラグモで、鬼ヶ島を飛ばしてるんだー、なんじゃそりゃー、チートー、もう最強チートですね、これは。もうどうやって倒すのって感じがね、ずっとしてますけど、さらにね、それを見せつけられたね。やばかったですね。その天変地異というかね、それまで扱えんかい、カイドウやばいってね、なったね。まあね、ボスなんで、もっと上でもいいかなと思ったんだけど、まあね、カイドウは今後ですよ。まだだって、本気で戦ってないじゃないですか。ちょっと今後、どういうのが描かれるのかわかんないで、まだね、ここ5位にしておきました。楽しみっすね。いや、多分描かれるだろうけどね、間違いなく。2021年楽しみですね。はい、ヒント終わりです。大丈夫です。はい、じゃあ4位いきたいと思います。もうね、本当に悩んだ、この辺とか。いきます。第4位。光月おでん、おでん様、おでん様もね、いや正直本当に今年ね、一番好きなキャラではあるんですけど、俺自分の中で。いや一番はちょっと決めがたいなぁ。何この動画、超楽しいんだけど。いや本当にでもね、今年やっぱおでんはね、マジで好きになりましたね。まあそれこそ2020年初めですよね。あのおでんの冒険がね、去年からちょっと描かれて、でまあ今年ね、ジャンプで入っての、もう2月22日、おでんの日。そこでおでんのあの最後の伝説の1時間。もうたまんなかったっすね。今年はね、マジでおでんね、ほんと好きになった年でしたね。だってまずさ、ジャンプでさ、2月22日におでんの日に、ね、ふうふうふうってね、おでんを食べるときやるから、ほんとにこっちの現実でもおでんの日らしいんですね、2月22日が。そのおでんが2月22日に、煮えてなんぼのおでんに候でね、行ってまいるの。もうあの伝説の1時間のシーンをこの見せつけられるやばさね。いやもうね、やばかったね。とにかくなんかわかんないけど好きじゃないですか、おでんって。なんかね、めっちゃ好きになった。あの破天荒キャラというかね、今までのキャラの中でもだいぶ破天荒じゃないですか。他にもね、いっぱいいるけど、自由なキャラっていうかね、ザ・海賊みたいなキャラいっぱいいるけど、なんかそれ以上に破天荒って感じでしたね。もうほんと、カツゾウの、葬式の死体の仮装でおでん食ってるっていう。あれもやばかったし、あと何ハーレムの乱って。っていうね、そういうのいろいろ見せられての今年でしたからね。今年のあの最後のシーンでしたからね。いやー、やっぱおでんは熱かったっすね。いや、好きなキャラって言ったらだいぶ上位なんですけどね。もうちょっとやっぱあのね、まあ、他にもね、ちょっと今年熱かったキャラもいるんで、ちょっと一旦4位ということで、入れさせてもらいました。さあ、ここからは3位でございます。行きましょう。今年活躍したキャラ第3位は、トビロッポーです。よいしょ。ちょっとごめんね。これね、悩んだ挙句まとめさせてもらった。ここだけまとめさせて。トビロッポーイヤーじゃん、今年。マジで。いや、トビロッポーの名前はね、それこそ最初にね、ページ1出た時とか、あの辺から出てたけど、もうバババババンと出て、もう今年もう畳みかけるように出てきて、やばくトビロッポーってちょっとなったんでね、まとめさせてください、こう3位で。もうそれこそ97巻ね、表紙になりましたよ、ここでね、もうバババババンって。いやー、もう全員ね、こう顔任されてね、出ましたからね。いや、まず最初にさ、もうウルティページ1の人気半端なくなかったっすか。もうジャンプの時から、結構ツイッターでもね、みんなね、ウルティやばいとかね、そのページ1とのこの兄弟やばいとかね、みんな結構言ってたし、佐々木なんなんだ、フーズフなんなんだ、ブラックマリなんなんだね、結構話題になってたと思うんで、やっぱそのファン界隈もね、結構盛り上がったキャラたちだったと思うんですよね。小田先生も SBS でね、その何なんですかこの人気はみたいな感じで言ってたよね。で、ここからちょっとジャンプの内容でございます。ジャンプの内容お気をつけください。ティントンです。いやもうさ、今ちょうどね、ごめんね、998話など撮ってんの。もうこれ入るでしょ、3位に。やばくないっすか。ちょっと頑張って言うわ。ちょっと頑張って言います。ロサミガレグラボゲリー言えた。これ今言えたっしょ。いやもうこれ、もうこの衝撃ったらないよね。もう、これで一気にね、なんか持ってかれた。いやもう能力がもう、この間の998話、古代史でもうバババババン、もう、トビロッポ全バーン出たじゃないですか。いやあれはね、もうマジで
すごいって思ったね。いや、小田さん、やっぱもう世界一って思った。やっぱね、何なんだろうね、あの衝撃っていうかね。他のキャラも全部良かったですけどね、もうサーベルタイガーとかね、あのトルキャラとしてのめっちゃ熱かって、もうそこがね、バババって衝撃でね、ちょっと今ね、もうタイムリーで3位入っちゃってますね。いや、でもこれタイムリーじゃなくても結構入ってるっしょ、今年ね。今年結構やっぱトイロッポはね、もう通年通して結構活躍されてたんでね。まあ、全員ちょっとまとめちゃってますけど、ちょっとロサミガレブラブラブ、言えてねえし。今日朝からずっとね、100回ぐらい言ってたんだけど、まだ言えない。来年絶対ナレッジ出るしょ、これね。絶対出るしょ、これ。いやー、暑かったんでね、ちょっと3位でございますね。はい、ティント終わりです。行きましょう。第2位でございます。第2位はコミックさんの方も大丈夫です。行きましょう。さあ、栄えある第2位は、ゴールディ・ロジャーです。よいしょー、来たー。これ正直、今年だったんだって人います?今年だったそれって方ね、ぜひちょっとグッドボタン押してってくださいよ。これ今年なんすよ。今年2020年の一発目のジャンプなんですよね。もうそれが衝撃じゃないですか。もうあのね、ロジャーの冒険笑ってた。もうそれこそ96巻になってます。笑ってたの衝撃が俺ね、一番だったかもしれない。今までのワンピースの読んできた中でもだいぶ、トップに入る衝撃の伏線でしたね、僕は。まあ、伏線っていうか、なんだろうな、あの、いや、ラフテルってどういう感じなのか、ラフテルにちょっと手が触れたじゃないですか。そういった意味で、ラフテルってどういう感じなんだろうっていうんで、そのゴールド・ロジャーの冒険、今までずっと分かってなかったじゃないですか。ロジャーってさ、強いの正直。え、どうなの?何なの?分かってない部分がいっぱいあったんだけど、もうそれも全部バーンって出た。いろいろ今まで分かってなかった謎がバーンって出て、ラフテルにも手がかかって、バーン笑ってた、バーン。ロジャー大活躍。もう今年の一発目っていうね、その2020年をね、もうスタートさせたあの大名シーン。それが今年ってその衝撃も含めてね、ちょっとここ入ってますね。正直ね、単発、やばかったシーンランキングみたいだったらね、僕これ1位ですね。多分、2020年の1位ではあると思うな。で、それで来年皆さん、2021年の一発目、5、6号合併号何話だと思いますか?1000話なんすよね。何これ、ロジャーで始まって今年は。で、来年1000話で始まるっていう。もうこのマジリアルタイムでジャンプでワンピース読めてってほんと幸せっすよね。こんなありがたい時代に生きててよかったーってね。まあロジャー今年ちょっと活躍。まあそこ一発でのここのランクインしてますね、僕の中で。はい、そんな感じでございます。さあ、流行る第1位の前に、番外編いきたいと思います。小焼きチャンネルからね、ちょっと輸入のね方法ですけれども、いきたいと思います。番外編、ちょっとこちらもジャンプの内容です。お気をつけください。今年活躍したキャラ番外編は、変な生え方のスマイルの人たちです。おめでとう、大活躍。一番活躍した下手したら、いやマジ何なんすかあれ。もうジャンプさ、もう最高だったね。もうブリスコラから始まりね、あのゴリラのスマイルから始まり、あのキリンとね、ニワトリのね、あのハムレット、フォートリックスで、あとその後さ、パンダのもうケツの穴から書いてるやつね、名前知りたい。あれね、ユグさんとかがね、妄想で書いてたけど超笑ったね。このね、変な生え方シリーズは本当にね、僕なんつうんだろうね、いやもうこれこそワンピースだなってちょっと思うとこあるんですよ。やっぱね、その小田さんの、もちろんさ、そのメインで面白い伏線とかね、面白い話っていうのももちろんなんですよ。もちろん面白いんだけど、もうさらにもうマニアでも何回読んでも楽しめる遊び心がこういうとこに現れてると思うんですよね。本当にもうちっちゃいコマのさ、この隅の隅とかにもさ、もうそれこそね、もうここね、メルタンも入ってるんですよ、僕の中でね。ちょっと番外編メルタンか、この変な生え方でちょっと悩んだんですけどね。もうその、なんていうの、小さい遊び心というかね、もうそれこそパンダマンに始まり、もうそういった感じのがね、やっぱね、ワンピースの良さの一つでもあるじゃないですか。面白さのね、一つ。そこがね、表されてたんでね、ちょっとそれを入れましたね、今年。まああれ今年じゃないですか。もうそれこそちょっと前から言ったらね、あのスマイルね、変な生え方の人ばっかだったけど、今年はそれのオンパレードだったんでね、ちょっとね、まあ2020年活躍したキャラ番外編ってことで入れさせてもらいました。生え方って言いたくなったもんね。はい、そんな感じでございます。はい、ここからティント終わりです。さあ、栄えある第1位いきたいと思います。もうね、皆さん結構お気づきかと思うんですけれども、このキャラでしょう。まあ今年活躍したのは、今年活躍したキャラ第1位はヤマトです。よいしょ。まあそうだよね。みんなどうですか?いや、これヤマトじゃないかなって思う、やっぱり。いや、もちろん単発のシーンとかね、さっき言ったロジャーとかも、やっぱね、あの、一番熱かったと僕思うんで、やばかったシーンとかってね、また変わってくると思うんですけど、キャラで言ったら、やっぱね、今年ポン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 って出てきて、結構やっぱみんな、ファン界隈でも盛り上がったキャラなんじゃないかなってやっぱ思いますね。ちょっとヤマトやっぱ1外せないんじゃないかなと思うね。もう超人気じゃないですか、ね。もうそれこそで97巻でね、もう出てきましたよ。
ども、今年を彩るこのね、97巻暑かったっすけど、ね、息子って言われてて、まず。誰娘ーっていうヤバさね。で、しかも、かわいいなにーで、しかも、横乳ーってみんななってたじゃないですか。いや、こんな魅力的で、ヤバくて、かわいくて、しかも強いっていうキャラ、これ出ますっていう97巻もやってきてっていう。そのヤバさがね、やっぱこの2020年を、ね、ちょっとね彩ったんじゃないですか。やっぱヤマトさんはね、僕のバイブルで、コミックスの人もこうビビッとしちゃうとね、自称コウズキおでんってどういうことっていう、もうキャラモリモリってね登場した時点で、でここからちょっとねジャンプのねでございます。もうジャンプももう畳みかけるかのようなヤマトのヤバさじゃないですか。もうやっぱね、一番ヤバかったのはやっぱあの表紙ですね。ジャンプの表紙でカラーでもうバーン出た時は全員湧いたと思う、マジで。ヤマト表紙バーンなったよね。あんな髪色だったのとか、袴とか、ああいう色だったの、うわうわうわーってもう一気に想像広がったじゃないですか。もうあれはやばかったね。正直ね、最初さ、やっぱさ、コミックスでさ、98巻とかね、もうもしかしたらその97巻の表紙にも出るかなとかね、いろいろ考えてたじゃないですか、今年。それがジャンプの表紙でわかるんですか、色っていうね、やばさね。で、あとあのもう名言がもう早速出てるじゃん。またの名はヤマト、君のためなら死ねるってね。あの、ジャンプ48号から。いやあ、そことかも含め、もうなんつうんだろうな、その、生き様ももうすでにかっこいいっていうね。ちょっと、コウズキおでんに最初ね、憧れてるだけ、やばやばやんって思ったら、しっかりそれを体現して、しっかり証明していくっていうね。僕らにも見せてくれて、しかも、桃之助とかにもしっかりその姿をね、見せるっていうか、しっかりそのコウズキおでんを、しっかり自分が体現して憧れてるんだっていうのを出してくれる、そのやばさというかね。そこを見せられたし、あともう、何能力。出てるかな？ね、出てる？出てたらちょっとね、やばいんですけど、999あたりで出んのかなとかもね、ちょっと思ってるね。ちょっと出てたら、たかし楽しそうに話してんなって書いてね。いや、能力もやばいじゃん。僕、ジャンプのね、あの、感想動画で撮ったけど、ぐるるるるのね、話。だ多分、猫系じゃなくて、多分ね、幻獣とか、まあ、ドラゴンとか、まあ、竜とか、なんかそっちっぽいんですよね。ぐるるるるの鳴き声からね、考察すると。いや、ちょっと楽しみですよね。ちょっとね、まあ、まだね、まだ全然活躍すると思う。来年も含めてね。まあ、ちょっとやっぱ今年ね、ちょっと彩ったキャラなんじゃないかなと思ってね、ちょっと1位にさせてもらいました。はい、そんな感じでございました。どうでしたでしょうか。皆さんがもうね、2020年このキャラ活躍したよね、ってキャラ書いてってください。いや、僕もね、正直めっちゃねえんだ。もう全然ここに入ってないキャラとかもいっぱいいるんだけど、もちろんルフィとかも、ね、含め全員もういっぱい活躍したんだけど、まあ、ちょっとね、一旦これにしたわ。みんなのちょっと書いてって。まあ、もちろんあのトップ10じゃなくてもいいから、このキャラ一人でもいいんでね、書いてってください。よろしく。はい、そしたらね、あの、この動画がね、多分上がってるのがね、おそらくもう年末になってると思いますんで、皆さん、2020年今年も大変お世話になりました。本当にありがとうございました。本当にね、みんなとね、あの、今年もね、あの、ワンピース楽しませてもらって、あの、みんなのコメントとかでね、本当にさらに僕もワンピース楽しめてるんで、本当にいつもありがとうございました。2021年もね、もうどうぞよろしくお願いします。一緒にワンピース盛り上がっていきましょう。あとね、もう4年とかね、もしかしたらもうあと4年、もう3年かもしれないじゃん、下手したらね。もうね、必ずね、終わりは来ますんで、それまでちょっと全力で一緒に楽しんでいきましょうよ。今さ、もうタイムリーでこんだけワンピース楽しめるって言って、マジでそのファンとしてめちゃくちゃ幸せですもんね。もうこれをバッと噛み締めて来年も楽しんでいきましょう。はい、そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。今年も皆さんお世話になりました。ありがとうね。もう一本ぐらいね、多分ね、今年一番最後かな、上がると思いますんでね、ぜひそれも見てください。はい、そして僕他にもチャンネルやってます。タブちゃんとかね、個人チャンネルもぜひ見てってください。 Twitter のフォローもよろしくね。はい、明日も楽しもう。またね。いやー、今年も暑かった。良いお年を。だからお願いします。チャンネル登録。